乾杯乾杯乾杯。ドッキリを仕掛けたいと思いまして、おーこれお酢マジ本当に口の中バカずかしくて、おめでTVに感じました。はいどうも、ショイテビです。こんにちは。こんばんは。ボナルチャンネルのまさです。ポナポナゆうやです。はい、というわけでお願いします。お願いします。今日はですね、はい、なんと初の、あの僕相方ね、正式になんか良平ってやつが入ったんですけど、はい、今日ちょっとドッキリを仕掛けたいと思いまして、 お二人にも協力していただいて、はい、ドッキリ成功させたい。いいですね。ちょっとあの YouTuber の洗礼ということで。かわいそう。ちょっとやっていきましょう。TV でも初ですか、ドッキリ。初です、初。おお。初なんで、はいはい、ちょっとお二人マジで協力してもらいたいんですけど、いいですね、お二人なんか前、飲み物をすり替えたっていう動画出してた。僕ですね。どっちかがね。あ、でもその後やり方。すり替えた方とすり替えた側ですよね。そうですね。まあお互いやり合った、ね、やりましたね。やりでしょ。それちょっとやってきたくて、いいじゃないですか。今日ちょっと用意しました。お、これ。地獄だ。これお酢をマジ本当に口の中爆発しますからね。これ酢は俺が仕掛けた側か。そうそう、あいつ、うん、いつもモンスター飲んでるんですよ、はい、で開いてないモンスターと、はい、これ今開いてます、はい、空っぽ、これ入れてすり替える。なるほど。あいつに渡してモンスター飲ませて少し、はい、その後にこれをすり替える。マジでね、で酒やったやん、うん、これ脳がパニック起こすんですよ。確かそうそうそう。しお酢だからほんとむせるから、うんうんうん、口爆発しますよ。こう飲んだ瞬間に頭の中モンスターじゃないですか、うん、味普通なんでもう口爆発するんですよ。パーン。あれね、吐かないっていうか抑えられないですよ。マジか。絶対抑えない。脳がもうパニック起こして、うん、パーン。マジか。マジか。カメラの位置も大事ですか、やっぱり。そうね、大事大事大事、ね、そこが撮れてなかったら話にならない。そうですよね。このオープニングも無駄になるってことです。そうそうそう。ちょっとこれ頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。おい、あれ、それって自分の形になるやつでしたっけ？そう。あ、じゃあ、かたどったんですか？そう。オレンジでした。一番安かったです。一番安かった。これ楽やん。撮影の辺にあれですよ。加入後です。加入後。ちょっとここ座ってもらって、ここ？そう、そこ。両辺ちょっと荷物置いて。はい。とりあえず、じゃあ、マッサージ取り組んで。ああ。乾杯できない？これか。これは優位だね。これ優位。これは俺、裏割れ。はい、待っていいよ。加入後初撮影ってことで。いいですね。はい。グビッと行きますか。グビッと行きましょうよ。じゃあ行きます。ノンアルですらない。いいじゃないですか。野球人が野球人。
エナジーかしこと一人おかしいもんね。一人エナジーこと違う。一番のメインですから。メインだ、メインだ。確かに本当に。はい、行きます。はい、どうも、シュイティミです。シュイティミのルヘイです。こんにちは、こんばんは、モナーチャンネルのマサです。モナー、モナー、はい、お願いします。よろしくお願いします、今日は。お願いします。お願いします。はい、翔平 TV に加入しました。はじめまして。何回かあったんだけどね。もう翔平 TV も変えた方がいいんじゃないですか。両平 TV でいいか。いや、それは違うんですけど。でも翔平と両平、翔平と両平合わせたら両平でいいんじゃないですか。なんで合わせてるの。平担当でね。平担当で、平担当加入後初の、まあ、ボーナーコラボというか、はい、お願いしますっていう感じで、はい、ちょっと今日あの乾杯しようかなと思って。平さんの両平今編集を覚えてます。はい、でなんか編集でアドバイスとか軽くあれば。今ね、同じプレミア使ってるんですよ。あ、でもね、僕ありますよ。なんすか。え、ガチアドバイスでいいですか。ガチアドバイスしてください。僕、これ僕の好みめっちゃ入るんですけど、はい、翔平 TV の動画ってあの文字の縦横比、はい、わかります、はい、文字がめっちゃ縦長の時もあれば横に潰れてる時もあるんで、はい、僕はあれ大体 100% が好きかな。ほぼ正方形で、あれ多分ギュッてしてる、ね、ギュッて細い時もあれば潰れてる時もあるんで、あれが縦横比っていうところがあるんで。あるよね。 あれは大体僕ね、100か 97% から 100% ぐらい。なるほど。じゃないです、うん、これ編集してない人は全く分かんないですよね、はい、確かに俺も意識はしてて、両平が縦長の時はやり直してってこう、うまく正方形になるような、ね、見やすいと思います。そう、見やすい。そうそうそう、はい、そうそうそう、めちゃくちゃ言われてるので、そう。さっき言ってる。なるほど。編集はね、性格出るしね。そうだね。まだ好みですね。ってことで、いいですか？乾杯です。乾杯大丈夫ですか？お酒持ってきてもいいですか？大丈夫です。モンスターでもいいよ。どうしても。どっちでもいいですけど。じゃあモンスターでいい。じゃあモンスター、モンスターとまあ開けて。ってことでですね。じゃあ了解。はい。お願いします。どうもよろしくお願いいたします。はい、乾杯。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 おかしいなこれと思いました。俺だって飲む前に匂ってたもん。お酢の匂いすごかった。俺さっき歯磨きしたばっかなのに。おかしいって口なんかこれ。YouTuber 洗礼ってことで、今日はあのドッキリでね、両平が飲むモンスターの中にお酢を入れてみたドッキリということで、はい、リアクションはなんかリアクションは0点でしたけどね。まだまだっすね。スタートライン吐き出してもらわないと、ね、吐き出してくれたらもうこれからね。いやそうですか、はい、はい、耐えちゃってた。そう、耐えてよく耐えられた。いや耐えれたのはすごい、うん、普通に、ん、これがもう疑問がすごい、うん、ナビで出てきそうな。いやさ、え、でも正直さっきさ飲んじゃなかった、開けて。いやでもシュッと開けていつ入れたんですか。あ、あっちっす。あ、ちなみに君のやつはそこにある。これです。全然気づかなかったよー。すり替え。これすり替え、すり替え、すり替えっす。あかんで。なるほど。ちゃんと車であのボート取ってあるんで、最初の。ドッキリで。そう、絶対吐き出すと思った。はい、そう。だから。というわけで、今回はドッキリということで。大成功っすか？これは。最初にしては大成功。あ、もう首かしげてます。準備100点。すいません。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
違う、カメラが足りなかったね。足りなかったですね。もう一個あればね。そうですね、こっち側から撮ってる。まだこっちに行って吐くと思うので、吐いちゃいけないと思った。人間性がいいっていうのが見えました。そうだね、友達カメラの前では吐かない。ね、人間性丸 YouTuber としては0点。0点でございます。はい、というわけで本日はドッキリを、やってきました。今後ともね、良平がね、頑張って行ってくれると思うんで、今後ともボタンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、これプラスこちら見ました。これ、はい、リセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。I'm not afraid to die.